まずは今日は遠くまで来ていただきありがとうございます。いやまあ前半戦ちょっと自分たちも苦しい姿を見せてしまって順位も良くないし良くない順位ですけど、まだまだ上に行ける可能性というのはあるので、後半必ず巻き返してどんどんもっと勝ち点差を積み重ねていくので、どうか後半戦もよろしくお願いします。はい、佐藤選手お願いします。今日はありがとうございました。はい、残りの試合、皆さんの、期待に応えられるように、なんだね厳しいな、ごめんね、あごめんなさい、残りの試合、皆さんの期待に応えられるように、チームみんなで必死に戦うので、皆さんも一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではですね、選手の方が退場しますので、ぜひ盛大な拍手でまた頑張ってという意味を込めましてね、拍手でお見送りをしていただければと思います。今日はありがとうございました。